皆さんこんにちは。世界の墳丘から本日は兵庫県神戸市の五色塚古墳を訪れております。今ですね、公園部の墳丁におるんですけれども、目の前に見えてますのが淡路島、そしてあの橋が明石海峡大橋になります。今まさにですね、夕日が、明石海峡に沈んでいこうとしておるところでございまして、絶妙のタイミングでこの墳丘に登ることができました。言葉はいらないですよね。本当に美しい。ちょうど今夕日が沈んでいこうとしております。こちらですね、前方部、それから後円部というふうに、全て復元されておりまして、非常に綺麗に当時の形を拝むことができます。きっと当時もですね、築造当時も海から見たら、綺麗にこの古墳が見えたんだろうと思います。そして墳丘からは今と同じように夕日が沈んでいくところを拝めたのだと思います。ぜひ皆さん、五色塚古墳おすすめです。